ディアローラーは特に問題なかったんですけど、フロントローラー強い衝撃を受けてビスが曲がってしまうところがあって、主に真横から受ける衝撃に対して弱いということが分かりましたので、はい、フロントにスライドダンパーを搭載してみました。それでは今回も調整走行をしていきます。
はい、ということで今回は埼玉県狭山市にあるキャッツアイというアミューズメントパークで走らせてきました。まああれだけのコースレイアウトで走りきれるんだから大概のコースは走れるでしょう。 MS フレキシブルがベースで AT バンパーのセッティング、コースに入りやすく着地もしっかり決まるということで完走能力が非常に高いマシンと言えるでしょう。コースを完走するにあたって肝心なブレーキセッティング、フロントバンパー、特にスラップチップを入れなくても地上高は取れましたが多少傾斜を入れることでスロープに合わせやすいのと、特にリア側3度の角度調整をすることでブレーキ姿勢が上がった設計になるので、ブレーキ位置を変えながら調整することが可能になってます。その他ローラーであったりタイヤだとかマスダンパーの重量バランスといったところはそれぞれのコースレイアウトに合わせてセッティングしていけばいいかと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。